ちは。ブラーボウェブステーション小江戸テラピアノプレゼンツ川越みんなのストピです。この番組はストリートピアノの魅力にハマっている演奏者の方々を毎回4組お招きして素敵なパフォーマンスを披露していただき、さらにストリートピアノや音楽の楽しさ、魅力などについても語っていただきたいと思っています。そして私たちが普段活動している小江戸川越の街の魅力も合わせてご紹介していきたいと思っていますので、どうぞお楽しみください。司会を担当しますのは小江戸テラピアノ代表の阿部恵子です。私たちはストリートピアノを通して音楽の楽しさを共有し合い、人や街を応援する活動を行っています。どうぞよろしくお願いいたします。本日12回目の配信となりますが、今回も小江戸テラピアノのメイン会場であります埼玉県川越市の浄土宗蓮華寺の講堂よりお送りいたします。蓮華寺は由緒あるお寺でありながら広く開放されており、昔から地域の皆さんに親しまれています。それでは早速始めていきたいと思います。最初の演奏者の方ご紹介します。水崎節子さんです。よろしくお願いします。こんにちは。お願いいたします。よろしくお願いいたします。水崎さん、自己紹介をお願いいたします。はい、水崎節子と言います。私はストリートピアノの、ボランティアで、3月から駅でストリートピアノだったんですが、それで参加させていただきました。その、関係で今回ピアノを弾きませんかということでお話しいただいたんですが、なんせ何十年もピアノソロはやってないのですごく緊張しております。普段はバンドのキーボードをやっておりまして、すごく楽をしてやっているのですごく緊張しておりますが、頑張りますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ね、ついざきさんはこの前まであった川越駅のね、ストリートピアノの、ボランティアメンバーということで活動をなさっていて、それがご縁でね、今回ご出演していただくことになったんですけれども、バンド歴っていうのはどれぐらいあるんでしょうか。バンド歴は15年ぐらい。あ、そうですか。はい、でどういったこうバンドをやられているんですか。ボーカルの、親父バンドなんですが親父さんが矢沢永吉のファンで、おお。なるほど、はい、ロック。ロックですね。日本のロックです。ああ、そうですか。ライブ活動を、ね、されてるんで、先ほどちらっとお伺いしたんですけれども、はい、定期的にやられているんですか。そうですね、1年に2回とか3回。でどの辺でライブをやられているんですか。名前も。あ、どうぞ。はい、川越 の、 ルトムスさんという、町の、ここからね、近いですもんね。ね、今度ね、9月に、ね、ライブされるということなんでね、はい、興味のある方は、矢沢永吉ですか、やっぱり。そうですね。あ、そうですか。ね、お好きな方はね、よかったら覗いてみたらどうかなと思うんですけど、はい、今日は演奏して、ね、ピアノ、いつもはキーボードですけど、はい、ピアノということで、ちょっとね、緊張しちゃうっていうことで、はい、一人ではっていうことなので、はい、今日はね、助っ人にリコーダーでちょっと参加していただくんですけど、ちょっとね、紹介したいと思います。吉岡京子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何か一言どうぞ。水崎さん、よろしくお願いします。ね、京子さんはね、テラピアノのスタッフでもありますし、この番組にはもう何度かね、出演していただいているので、もうベテランなので、はい、安心して演奏できると思います。今日はね、何を演奏していただきますか。カーペンターズの青春の輝き。あ、いい曲ですね。じゃあこれをリコーダーと一緒にということで、はい、では演奏よろしくお願いいたします。
ピアノもこれからは、はい、これからまた練習します、うん、ぜひぜひまたご出演いただきたいと思います。本日はありがとうございました。水崎節子さん、そして吉岡京子さんでした。ありがとうございました。はい、それでは2番目の演奏者の方ご紹介します。岩田智子さんです。よろしくお願いいたします。岩田さん、自己紹介をお願いいたします。岩田智子と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テラピアノは何度か遊びに来ていただいているかなと思うんですね。自由に弾くときは好きに弾いてたんですけど、今回初めて収録なので、はい、緊張しています。そうですか、はい、ですよね。わかります。なんかそうですよね、皆さんにこう囲まれて見られてるっていうか ね、 ね、ちょっと緊張しますけど、ピアノ歴は結構長くていらっしゃるんですよね。はい、3歳から始めて、今50代半ばです。あ、そうなんですね。でもなんかブランクが終わりになるというふうに、はいはい、病気をしてちょっと20代から、はい、10年ぐらいはちょっと弾かなかった時期があるので、あ、なるほど。はい、でこう再開するきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。そうですね、再開するきっかけは、そうですね、まあいろいろなところでストリートピアノがあって、はい、それでそこでちょっと弾いてみようと思って、はい、始めてみました。あ、そうなんですね。で、こう弾いてみてどのように思われましたか。そうですね、やっぱり前と違いますね。自分に弾けるとこがいいですね。あ、そうですよね。何でも、何でもありっていうか、何でもありですよね。曲のジャンルも問わない。そうですよね、はい、なんか私もそうなんですけど、やっぱりこうずっと音楽の勉強してきて、なんていうんだろう、発表会で弾くとかコンクールで弾くとか試験で弾くとか、なんかそういうことの方がやっぱり多かったの で、 で、ね、自由に弾いていいよって言われると逆にどうしたらいいんだろう、何を弾けばいいんだろうかみたいなね、アンプもしてないけどいいんだろうかとか、先生にレッスンもつけてもらってないんだけどそういうのを弾いちゃっていいんだろうかとか、そんな風にね思ったりしてたんですけど、なんかやっぱりこういろんなところでね、ストリートピアノの愛好家の方とかともお会いして交流をするようになって感じたのは、やっぱりこう純粋に皆さん音楽を楽しんでらっしゃるんだなって、はい、それが一番いいですね。ですよね、皆さん好きで楽しんでやってらっしゃるっていうところが一番いいです。そうですよね、やっぱりそういうところに惹かれてね、皆さんこういろんなところに足を運ばれるのかなと思うんですけれども、はい、では今日ね弾いていただく曲なんですけれども、はい、曲目は何でしょう。ユーミンの春よ来いです。はい、春よ来いを選んだ理由、今この夏の暑い時期の理由は、はい、通院する病院でストリートピアノがあるんです、はい、そこで弾いていたら、うん、春よ来いをリクエストされたので、それでやりました。なるほど、じゃあ結構それが思い出にこう残ってるというか。そうですね、まだそのリクエストしてくれた方にはまだ聞かせてないんですけれども、そうなんです、ね、他の方が、はい、たまたま聞いていただいた方が、はい、良かったと言ってくださったので、
それでこれにしてみよう。いや嬉しいですよね、そういう、ね、声をかけられるとね、はいはい、では演奏よろしくお願いいたします。はい、岩田さんありがとうございました。ありがとうございます。
いました。素敵な演奏でした。緊張してしまった。本当ですか、はい、なんかね、外はね、今セミが鳴いているんですけど、でもだとしてもやっぱりこの、ね、曲素敵だなって、いつ聴いてもいいなってしみじみ。曲がいいですね。いや、素晴らしいなと思いました。緊張されたということですが、はい、でも、ね、しっかりと、はい、はいはい、本日はどうもありがとうございました。ここでブレイクタイムです。これから素敵川越プレゼンターに川越の魅力をプレゼンしていただきましょう。素敵川越プレゼンターは小江戸川越を愛してやまない町の達人たちが食べる遊ぶ暮らすを中心に今の川越の魅力を伝えてくれます。ここだけの耳寄りな情報が聞けるかもしれませんので、どうぞお楽しみください。本日の素敵川越プレゼンターはリレーフォーライフジャパン川越実行委員の船橋園江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、私はリレーフォーライフジャパン川越の実行委員会におります船橋園江と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。あの素敵な、ね、紫色の召し物ですが、はい、このリレホライフっていうのは紫色がテーマカラーなんですね、うん、なので浴衣ですけれども、今日は紫を選んでまいりました。うん、とても、はい、素敵です。お家でいらっしゃいます。ありがとうございます。早速そのリレホライフジャパンについてちょっとあのね、去年の9月にもこの番組でちょっとご説明をしていただいているんですけど、はい、改めてリレーフォーライフジャパンとは何かということをご説明をお願いいたします。そうですね、はい、リレーフォーライフというのはがんの患者さんとその家族を支援する、まあ、イベントというか、これ世界的なものなんですけれども、まあ、地域社会全体でがんの患者さんを支援したり、がん制圧に向けてみんなで取り組もうっていうイベントなんですね。で、私自身もがんのサバイバーっていうのはがんの経験者なんですけれども、はい、乳がんの経験者なので、はいはい、もう初回の時の、今年第15回になるんですけれども、うん、第1回からずっと参加させていただいてます。そうなんですね。はい、対がん協会、日本対がん協会というところに基本的には寄付をする形になるんですけれども、うん、その寄付をしたものを使って、例えば新しい薬の開発だったり、はい、ドクターを養成したりとか、そういうふうにも使われていて、実際アメリカではもうこの対がん協会からの育成でノーベル賞をもらうレベルぐらいまで行ったりとかしてるんですよ。すごい活動です。いや、なのでこの活動は本当にもう地道なんですけれども、うん、もういつの間にか実は気づいたらがんはなくなっていて、うん、もうあ昔はこうやってがんって治らなかったんだよねっていう時代になったらいいなと、うん、本当にそう思います。はい、なんか私もね、実は昨年までこのリレーフォーライフっていうものを知らなかったんですね。はい、でも毎年ね、活動されていて、以前は水上公園、そうなんです、水上公園で24時間、うん、がん患者は24時間がんと戦っているっていうことがあるので、うん、24時間ずっと水上公園をぐるぐる歩いてるっていう、すごい。もともとはアメリカのドクターが、走るのが得意なドクターが友人たちに一周回るたびに1ドル入れてって、はい、そこから始まってるので、だから24時間みんなで歩いたりとかって、その間にいろんなことを語り合ったりっていうことをするっていう感じですね。素晴らしいイベントだなと。ありがとうございます。本当に素晴らしいんですよ、ね、なので、はい、いろんな方にね、知っていただきたいっていう思い、はい、皆さんもちろんあると思うんですが、はい、昨年があれですよね、クラリー、そうなんです、クラリーとこちらの連携さんも使わせていただいたんですけども、うん、今年は9月の17日火曜日、こちらの連携寺さんを使わせていただいて、ここを会場として、はい、お借りしまして、はい、リレーフォーライフジャパン川越23をやらせていただきますので、はい、ぜひ大勢の皆様に、そうですね、少しでも足を運んでいただいて、うん、あ、こういうことやってるんだって見ていただけたら嬉しいのと、うんうんうん、あとはですね、夜の夕方の、ね、6時半から、うん、はい、エンプティーテーブル、このエンプティーテーブルというのがありまして、うんうん、
はい、MPT テーブル、要するに空席のテーブルなんですけども、はい、今日ここに来られなかった人たち、うんうん、亡くなってしまった方たち、うんうん、そういう方をしのぐあのセレモニーがありまして、はい、このセレモニーは、まあ、リレーボライフの活動の中でも一番メインになるもので、うんうん、これは全世界共通の詩がありまして、はい、で本当に世界中で、まあ、日本は訳で使ってるんですけども、はいはい、全世界共通の詩があって、はい、それはもう亡くなった方をしのんだり、これから自分たちも元気に頑張っていくみたいな感じの詩を読み上げさせていただいて、はい、で川越では独自の取り組みとして亡くなった方への手紙を読ませていただいているんですね。でそこでもってその方たちをしのぶ、亡くなった方もしのぶというイベントがあるので、これは夕方の6時半から MT テーブルがあるので、はい、ぜひこれは見に来ていただけるととても嬉しいです。そうですね、はい、そうですか。川越の MT テーブルは日本一美しいって言われてる。それは、ね、楽しみですよね、はい、あのこのテーブルの飾り付けもそうですし、うん、本当に日本一美しいって言われてるので、うん、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、ぜひ、ね、皆さん、ね、9月17日、はい、ケージの方に、ね、足を運んでいただくと、はい、はい、いろんな活動をしているところが見られると思いますのでね、はい、ぜひいらしていただきたいと思います。それで、ゲストの方にね、必ず毎回お聞きしているのが川越の街の魅力についてなんですが、園江さんはね、あの川越の地元の方ですので、はい、いろんな川越のこと、もう詳しいと思うんですが、何か。生まれも育ちも川越なので、うん、はい、ずっと川越にいるんですけれども、はい、川越で、ね、やっぱりね、歩くと本当に、あ、ここにこんなお地蔵様いたんだとか、うん、昨日私、お光様にお参りに行こうと思って、うん、でバス停をお控え様ではなくて北町から歩いた時に、うん、横の交差寺、あ、私ここのお寺さんお参りしたことないなと思って寄ったら、しわぶき婆婆って、うん、あのね、咳を止める、うん、あのおばあさんのお地蔵様なんですけど、うん、その伝説は知ってたんですけども、はい、私初めて、うん、あ、ここにいらっしゃったんだと思って、はいはい、あ、ここかって思って初めてお会いできたんですけど、川越、うん、でそういういろんな伝説あって、うん、私あの舞台でそういう伝説の民話とかを舞台にして子供たち使って一緒にやったりとかしてたんですけれども、うん、そこの塩引き物の伝説をしてたけど本当に会ったことなかったんで、うん、そうやってちょっと歩いてるとここのビーズルさんとかもそうですけど、うん、はい、本当にいろんなとこにたくさんの魅力があるのが川越ってすごいなって、はい、ね、改めて思いました。地元の方がね、そうおっしゃるだから間違いない、地元にいても知らなかったとかって、ね、もちろんクラスビーの街並みとか、うん、もうね、江戸にはない江戸城があるとかね、昨日氷川様で八坂神社の、天皇様をやってたんですけども、それは江戸城から移築されてきた神社なんですよ、うん、江戸城にはもう何も残ってない、江戸には江戸城何も残ってないんですけど小江戸に小江戸には結構いろいろ残ってるんで、昨日もその天皇様の祭りでおみこしが出ていて、だからこれって江戸城にあった神社ってちゃんと書いてあって、川越ってすごいよねってやっぱり思ってしまいました。いや、だから地元の方がね、やっぱ川越すごいっていう風にこうなんか堂々と言えちゃうっていうところが、はい、やっぱりそれが本当にすごい町に魅力があるっていうことなんだなって、ね、はい、川越はすごく楽しいと思います。すごいですよね。ぜひね、皆さんもね、街歩きしていただいて、ね、はい、それね、この時は、うん、はい、サバイバーの皆さんには着物を着ていただいて、はい、川越の街歩きも楽しんでいただけるので、はいはい、ぜひいらしていただけたらと。園江さんもね、お着物の、はい、着物のレンタルの店もやってますので、ね、時のお金の、ね、はい、近くでやってますので、ね、はい、ぜひね、皆さん、はい、このイベントの時にはうちの方が全面協力で、あの、サバイバーの方たちにお着物を着て、すごく評判が良くて皆さんにものすごく喜んでいただけて、全国から来ていただけたので、今年もぜひ来ていただけたら、はい、盛り上がること間違いなしてますですね、はい、よろしくお願いします、はいはい、本日はお話ありがとうございました。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 ございました。それでは、演奏の方に戻りたいと思います。3番目の演奏者の方は高橋博樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。自己紹介をお願いいたします。はい、高橋博樹と申します。年齢は22歳で新社会人1年目になります。はいそうですね、ピアノ歴は3年、はい、はい、8月で3年になるんですけど、ずっと独学でやってたんですけど、はい、先月から川越を拠点に活動されているピアニストの吉田太郎さんに習い始めました、うん、なるほど、はい、素晴らしいです
よかったですよね、こう師匠が見つかって。いや本当に、ね、で、そう高橋さんはね、川越に、ね、住んでるじゃないですか、はい、ね、はい、どうです、川越に住み始めて。そうですね、本当に4月から川越市民になったばっかりなんですけど、本当に、うん、そうですね、やっぱストリートピアノが毎月イベントがあったりとか、本当に音楽の街だなっていうふうにも思いますし、あとちょっとびっくりしたことが一つあって、はい、結構LINE ニュースとかで、イノシシが出ましたっていうニュースを、イノシシが出ました、はい、結構見たりして。あ、川越で、あ、はいはいはい、川越とかにもイノシシって出る、いますね、私も知り合いで遭遇したっていう人に会ったことがあるんで、割といるんじゃないですかね。私は会ったことないけど、ね、そう意外とね、そういう面もありながら、でも観光で人がすごい押し寄せるすごい街でもあるんですけれども、まあ、そういった街とね、ご縁が、ね、できて本当に良かったなと思うんですが、それがね、ずっと続くといいなと思って、ね、すごい個人的な話になっちゃいますけどね。僕も本当に川越に住み続けたいですよね。でもこう仕事の都合で、ね、どこに配属されるかわからないっていうことをちょっと聞いたもんで、はい、はい、それが川越であることを願いたいなと思ってますけれども、ね、ね、僕も願います。はい、ね、せっかくね、ピアノのレッスンも始めたのに、はい、遠くへ行っちゃったらどうするんだろうとか、ね、一言ながらちょっと、ね、いろいろ心配してるんですけど、はい、はい、ね、じゃあ今日は、はい、演奏していただくのショパンの曲ですよね、はい、前回もショパンでしたよね。そうですね、前回は10月かな、うん、10月に、はい、オクターブ9の2番ですよね、はい、今日はイサク、はい、20番イサクで、はい、これは太郎先生にレッスンを受けた曲ですか、はい、そうですね、もう最近なんですけど、いろいろ詰めてもらって、いろいろ楽しみです。はい、頑張ります。はい、では演奏よろしくお願いします。お願いします。
ました。いかがでしたか。緊張しますね、やっぱり。ね、やすやすですよ。いや、そりゃそうです。でもなんかね、やっぱりレベルアップしてるなって。本当ですか。本当に思った。あ、そうだったとか言って。いや、すごい、はい、あの素敵でしたよ。ありがとうございます。うん。いや、これからも、はい、ぜひ続けてくださいね。はい、はい、本日はありがとうございました。それでは本日最後の演奏者の方をご紹介したいと思います。風神雷神のお二人です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。自己紹介を。はい、風神雷神の、風神イロリアこと横川美希です。雷神シェルカこと、横川悟です。よろしくお願いいたします。この名前で活動されてるっていうわけではないんですか。普段はその名前で2人では活動されてるっていうことですか。ちょ、連弾としてユニット名として。そうなんですね。エオリアさんとシェルパさんで、はい、最後は僕も。あ、そうなんですね。連弾活動としては どれぐらいやられてるんですか。です2010年の7月31日に結成して。長いですね。なんですけど、はい、まあ、その3年後、2013年に、まあ、はい、夫婦になって、はい、あ、そうなんですね。あ、その前から、はい、ご夫婦になる前から2人で活動されていて、まあ、まあ、連弾が縁で結婚したと。それは初めて知りました。そうだったんですね。ピアノがご縁でご結婚なさった。いや、いいですね。ピアノっていいですね。そうなんですか。2人で演奏するときはあのどういう感じの曲をいつもやられてるんですか。いや、てか実に言うと結婚してから生活を維持するのになかなかできないっていう。ああ、なるほど。じゃあ活動歴は長いけれどもそんなに、じゃあ最近は。そうですね。なるほど。こういう人前で風神雷神として弾くの多分2年ぶりぐらい。あ、そうなんですね。普段はじゃあほぼソロの活動っていう感じですよね。そうですよね。シェルパさんはね、もう何回目ですか、こう言っていただくの。結構収録としては今回3回目、3回目ですかね。で、エオリアさんはね、初めてで、私がこう何回かご夫婦でね、あの連弾で出ませんかっていうふうにお声掛けしてたんですけど、なかなかお忙しくって ね、お仕事がね忙しくて、今回ね、やっとそれが叶ったということで、はい、エオリアさん、なんか今日に向けてあのなんか練習してくださった感じですかね。あ、はい、あの大体7月ってあんまり仕事入っていないはずなんですけど、はい、今年なぜかすごく忙しくて、はい、いや、でも何よりですよね、はい、そう、なんかここのね、あのストリートピアノがきっかけでちょっとご縁があって出会った人とかも結構いらっしゃると思うんですけれども。そうなんです、ね、なんか私の先輩と、あのご縁があってで、はい、まあ写真家としてね、あの、はい、普段はお仕事されているので、そちらの方でね、はい、あの仕事をこうつながったりとかっていうのもあって、ね、はい、本当に素敵な、ね、お写真撮られるなって思ってるんですけれども、はい、まあ、そちらの活動がやっぱりこう結構忙しいということですよね、普段は、ね、そうですね、うん、はい、じゃあ夫婦で2人で連弾っていうのは結構新鮮な感じですか今。かなり久しぶりに。あ、そうですか。やろうやろうって言ってるんですけど、うん、私がちょっと忙しいけど、うん、なかなかその曲のジャンルが、扱ってる曲のジャンルが全然違うので。あ、そうなんですね、はい、普段どういうふうに違います、ジャンル的には。私がクラシックを中心に弾いているのと、あ、うん、はい、あのクラシック全然弾かない。あ、なるほど、はい、そこをこう合わせるっていくのが、どういう曲弾くかを決めるの、はい、結構大変だったりするんですかね。そうですね、あと演奏スタイルも全く違うので。なるほど。私は割と丁寧にやりたい派なんですけど、はい、割とも即興なタイプ。なるほど。じゃあその違いをちょっとあの聞き比べというか 見比べられる感じですかね、はい、今日はね。そうですね、はい、じゃあその辺も注目して皆さんにはね聞いていただきたいと思いますが、はい、早速ね演奏していただきたいんですが、今日は、弾いていただく曲は何でしょう。なんと、ライディーンです。はい、はい、ライディーン、あのライディーンですよね、はい、楽しみにしております。じゃあ演奏よろしくお願いいたします。
ど、かっこいいですね、すごく。なんかね、やっぱりご夫婦なだけにこう息がぴったり合ってるように私からは見えましたが、いかがでしたか？いや、意外とすごい素敵に、なんかいいなと思って、まとまってるなと思って、しかも T シャツもお揃いですし、いいなって、やる国なってちょっと思ったりして、あの弱さに一切引いてられないそうなんですよね、私はそこ突っ込もうかどうしようか迷ったんですけど、まあでもね、はい、すごい素敵な演奏でした、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは本日あの出演してくださった方もう一度前に出てきていただいてよろしいでしょうか。じゃあ、はい、はい、ではじゃあまず水崎さんの方からあの今日のね感想を、一言ずつ言っていただきたいです。もう少しね真ん中に皆さん詰めていただいて、はい、お願いいたします。はい、そうですね、これからもピアノを続けたいと思いました。ありがとうございます。平田さん、お願いします。ちょっと上手になりたいですと思いました。はい、はい、ありがとうございます。高橋さん、どうぞ。とても、もっと、うまくなりたいと思います。うん、わかります、私もそうですから。、はい、ありがとうございました。はい、では風神大臣のお二人お願いします。また連絡読んでください。ぜひぜひ、楽しみにしてます。なんか楽しかったです、とても。皆さん、何か、はい、なんか久しぶりに連弾して、あの他の曲ももっといっぱいやってみたいなと思いました。はい、ぜひまたあの演奏しに来てください。ありがとうございました。はい、じゃあお願いします。はい、本日の川越みんなのストピ、お楽しみいただけましたでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。お願いします。さて、この番組では出演してくださる演奏者の方を募集しています。年齢や名乗りとは問いません。演奏する音楽のジャンルについても問いませんので、ふるってご応募ください。次戦、他戦、こちらでも構いません。また直接出演をお願いすることもあるかと思いますので、ご協力をお願いいたします。詳細は小江戸テラピアノのツイッター